麻生副総理、2016年6月、北海道小樽市での自民党の集会で90、90歳になって老後が心配とか、わけのわからないことを言っている人がテレビに出てたけど、お前、いつまで生きているつもりだと思いながら見ていました、こういうことを言うんですよ、自分はいつまででも生きてられるでしょ、高度な医療を受けながら、明日のことを心配せずに。 代々続いてきたお金ででもそうじゃない人たちに対してどういう社会がこういう人が作っていくかって言ったら私は命の期限決められると思ってますよいつまで生きてるつもりだって今でさえお前生きてる価値あるのかって空気の中で生きてる苦しんでる人たちいっぱいいるじゃないかって年に2万人以上が自殺するっていう現実 これについてどうしてこんな世の中なのかってみんなが考えるときに来てるじゃないかって1年に50万人以上が自殺してる数に上るだけでこれ自殺未遂してるこのことに関して世の中が壊れてる社会が壊れてるってみんなで思わなきゃだめな瞬間じゃないかってでもそう思えない状況にある人たちいっぱいいるじゃないかなんでかって長時間働いて 政治に対してとか世の中のことに対して考える心のスペース全く残ってない人たちいっぱいいるじゃないかってだから諦めたりスペースがないってことで50%以上の人たちが票捨てちゃうんでしょって思うツボじゃないかって生産性で人間の価値が測られるなんてことがもうすでに始まってんだよって切り捨てられてんじゃないかって非正規って働き方考えてみてって半年後の自分1年後の自分 これイメージできるような働き方じゃないですよ、企業がその労働者に対して責任を負わなくていいって働き方を、労働者の4割までに広がっちゃってんでしょって、非正規の人たち、どんな状況にされてるかって、自分で家持てない人たちいっぱいいますよ、ネットカフェ難民、東京都で調べがあった、ネットカフェ難民、そのうち4人に1人、家がない人たちだった、家がない人がネットカフェに住むって。 その4人に1人家がないネットカフェを家にしてる人たちそのうちの7割は非正規労働者ですよなんでこんな世の中になんねんみんなが政治諦めて政治を諦めない人たちがこの国をコントロールしてきたんだろうってコントロールしてきたのは誰政治を最後まで諦めずに自分たちの議員を送り続けた人たちは誰っつったら企業側だよって3割ですよ 3割、3割の、全有権者の3割の票を集めるだけで、企業側が最大限得するようなことを全部決めていかれるんだって、政治に関心を持てない、関心を持たないことによって、自分で自分の首を絞め続けてたんですよ。 こんな地獄みたいな世の中になってるって私何も知らなかった16歳の時から芸能界そこから一回も経済的にこけたことないんですよ失敗したことないんですよ安定してたんですよでも自分の周りはどうだったかってロストジェネレーションですよ知らなかった大学出たらいい会社入れるってそれで安泰の人生だって言われてたような世代ですよでも社会出たら違うかった 何が起こったかって、97年に消費税5%に上げたとたん、日本の経済傾いたでしょって、世界の通貨危機起こったでしょって、それでどうなったかって、次の年から20年以上のデフレを本格的に始める年になったんですよ、で、みんな就職できないって、就職できなくなってどうなったかって、初めてついた職が非正規、アルバイト、そこからいつ正規になれるんですか。 いつ正規になれるんですか。景気が持ち直して非正規になれるのは新卒でしょそんな地獄みたいな思いしてきた世代が今も苦しんでんだってことに気づいたのは僕は大人になってからなんですよ <laughs> 悔しいわあの人にも分かってほしいんですよ申し訳ないけどね あの人だって裕福な人じゃないでしょ、どう見ても。決して裕福じゃない人たちが、裕福じゃない者同士で石投げやってどうするんですか分断に加わってどうするんですか結局見過ごされるのはそれを決めた政治や大企業じゃないですか。政治で変えられるんだよってことですよ。それを放棄してどうするんだよ。いつまでもつんだよ、あなたのラッキーは。 いつまでもんだよ今たとえそんな生活困窮に陥,れ陥ってない状況だったとしてもあなたいつまで勝てるんですか親がよっぽど金持ちなんですか海外資産逃がしてるんですかあなたがいつまででもそんな勝ち続けられるような約束,約束がない世の中なんだからあなたが丸腰でも生きていけるような世の中にするしかないじゃないか政治を使って。 私は不安しかないですよ、将来に今、自分落ちてますよ、今、党代表できてますよ、でも先は分からない、私だって生活困窮に足を踏み入れることがある、あるかもしれない、その時に真っ先に国が手を差し伸べてくれて、行政が助けてくれるような国であってほしいよ、だから変えたいんだよってことですよ、自分のために変えるんだ、みんなのためでもあるけど、自分のためにやりたいんだよってことですよ、自分勝手でごめんねって。 でも自分には自信がない、そんな、スーパーマンじゃない、芸能人だった、でも今、芸能人じゃない、芸能界に戻れるなんて思ってない、竹中平蔵ろくでもないとか、経団連がどうしたとか言ってるような人間が、散々言ってきた人間が、東電を潰せ国有化だとか、原発,原発を全部国有化してしまえとかって言ってる人間を、芸能界に戻してもらえるような甘い世界かってことですよ、ありえない。 じゃあ変えるまでやるるしかかなないいじゃないか変えるっていう希望を見せてくれる皆さんがいる限り続けるしかないでしょって変えたいんだよこんな嫌な社会にしてたくないんだよってことですよ究極はね今,みたい今発言をいただいた方みたいな形で一番嫌がる言葉かもしれない努力しなくても生きていける世の中にしたいんですよ それさえも許されるような世の中にしたいんですよって頑張ってるって何ですかって人によって頑張り違うじゃないですかあなたの頑張りと他の人の頑張りを同じラインで決められますかって無理ですよ人それぞれだってって頑張れる時もあれば頑張れない時もあるってしかももうみんな頑張りすぎてるじゃないかってことですよこれ以上人間を壊す社会をやめなかったらみんなやられるってことですよ